林間駅は、岡山県筑波郡林間町前方にある、西日本旅客鉄道宇野線の駅である。宇野方面に向かう、宇野港線と、本州備山線に直通する、瀬戸大橋線の、双方の相称区間に含まれている。駅番号は、宇野港線が、JRL06、瀬戸大橋線が、JRM06。快速、マリンライナーの、約半数が停車。 ホーム構内相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅舎は岡山方面行きホーム側にあり、上下ホームは湖泉橋で結ばれている。複線加工事完成により、ホーム前後の分岐器はなくなったが、隣の備中三島駅手前で単線となる箇所までの複線部分も当駅の構内扱いとなったため、場内、出発信号機は引き続き設置されている。 この観点から見た場合、当駅は、岡山方炭線、茶山地方伏線の行き違い駅といえる。岡山駅が管理する、無人駅で、簡易型の自動改札機、近距離ギップの自動券売機がある。トイレは、男女兼用。移行家及びその相互利用対象 IC カードの利用可能駅。2015年に、ホームのかさ上げが実施された。 岡山駅茶屋町駅間では、小島方面発着系統が、瀬戸大橋線、宇野発着系統が、宇野港線と、それぞれ案内される。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。ABC、岡山県内3駅緑の窓口廃止へ、JR 西八、鴨形、林間。山陽新聞。オリジナルの2020年12月23日時点における。 アーカイブ。https://web.archive.org/web/20201223113154/https:www.sanyonews.jp/article/9870132020 年12月23日閲覧。林前記役情報、JR お出かけネット。 西日本旅客鉄道2020年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年1月31日閲覧人ならではのサービスの充実に向けた駅の体制変更エリア拡大のお知らせ西日本旅客鉄道岡山支社オリジナルの2020年2月2日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20200202123521/https:www.westjr.co.jp/life/region/pdf/ 岡山2 0 2 0 1 3 0 p d f 2 0 2 0年2月2日閲覧。以前は、小島駅の管理だった。 岡山駅への移管時期は不明だが、少なくとも2012年2月の段階では、大元福原館が移管されている。2012年2月3日、出店、岡山県統計年報。ありがとうございます。